さあ、続いては偽物だからちょっと違う。はい、本物と限りなく近いんですけども、何かが決定的に違います。モサマネ48、うん、太田さん、ミミズニーランド、こんばんは。なんだよそれ。そんなランドいらねえよ。僕が見たケンシロウは、お前さ、いい加減しっかりしろよ。と言っていました。普通に説教してる。さあとか言わねえからね。あのさあとか、ケンシロウ言わねえから。読まれれば初採用ネーム、うん、マグマダイバー。マグマダイバー、うん、太田さん、親戚から大きくなったねと言われたことのない人、こんばんは。ああ、ほんとないのかな。あ、そうや。ないかもしんないね。へえ、そうだよな。言われるよな、普通、誰でも。僕の知っているタッチは、うん、南を広辞苑で弾いてみて、でした。マグマダイバー、うん。太田さん、コロッケそばに偏見を持ってる人、こんばんは。え？いや、偏見も、あんま食べたことない。コロッケそばは嫌だね。そばに、あの、そういう油が浮く感じ、なんか、天ぷらそばの、あ、そっかで。なんかでもフライの油なん、嫌だ。めちゃくちゃうまいよ。あ、そう、コロッケそば。うん。あ、別に、メジャー？おう、だって別に富士そばとかな、立ち食いでいくらでもあるよ。あ、そうなんだ、コロッケそば。なんか天ぷら、フライって言うとなんかちょっと確かに、あんまり。お前立ち食いとかあんま食ったことないんだもんな。あるよ。ないよ。富士そばもあるよ。お前立ち食いとか食ったことねえんだよ、お前。いやいや、お前だってそういう人間じゃないもん。いや、ちゃ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 。え、どういう意味？あるって。ファミレスとかだろ、お前行くの。いやいやいや、別にファミレスも相当行ったけど、うん、別に、ファミレス、俺は立ち食いが気取ってるとかでもねえし。行くもん。立ち食い。だってさ、この間、ついこの間も一緒に立ち食いそば。だから、それは俺が食ってたからだろ。うん。うまそうだなと思って、駅でな。うん、だから、お前は全然立ち食い自体にまず偏見を持ってる。持ってないって。持ってるよ。何言ってんだよ。詐欺の宮の立ち食いそば、俺もう中学とか高校の頃よく行ってたもん。いやいや。ただ、コロッケそばは食わない。コロッケそば知らないわけないもん。あのね、でもそこの、俺がよく、本当にね、詐欺の宮によく行ってた、今でもあるけど。いや、だからよく行ってた、そこしか行ってねってことだよ、お前は。まあ、あと、阿佐ヶ谷。だから、普通立ち食いが好きなら、どこの駅前でも立ち食い入るんだよ。うん、ああ、そこまで好きじゃない。だからお前は全然違うんだよ。立ち食いの、なんか好きな人ではない。決して。特に立ち食いそばが好きなわけじゃない。だってコロッケそば知らないなんてありえない。でも俺食ったことないわ。だからありえないって、そんな立ち食いを食ってたら絶対コロッケそばの存在は知っているはず。だいたいね、イカ天そばか、キツネそば、うどん。イカ天？うん。何イカ？イカ。あ、イカの天ぷらってこと？うん。うん。が多かった俺は。タヌキだろう普通。俺あの揚げカス？ん？天カス？天カス？天カスが好きやない？意味わかんない。何が今なの？イカ天。イカじゃん。イカじゃん。なんで天かすが意味わかんない？違う違う、イカじゃん。じゃあただのイカ乗せろよ、じゃあ。違う。そうじゃなくて。だってお前、違う。お前、天かすの意味わかんなかったら、イカの周りの、あの、かすが、なんでついてんのか意味わかんないっていうことと一緒だよ、お前、それ言ってることは。そうじゃなくて、天ぷらの衣だけを食べるような感じじゃない？言ってみれば。だからそうだよ。だからそれは天ぷらの衣だけを食べるのは、イカに天ぷらの衣だけをつけてるっていう言ってることと一緒だよ。いや、お前。じゃあ、イカと、衣がうまいからイカを天ぷらにするんだろ？その衣をそばに乗っけてるっていうことだからね。そうなんだけど、意味がわかんないじゃん。どういうことなの？それ、逆に意味がわかんない。はっきり言って。その、エビ天とか、ね、かき揚げ天とかで、それと一緒に食べる、でそれをで一緒に食べるとうまいだろ。それは衣があるからうまいんであって。だったらね、それだったら意味がわかんないんだったら、ほんとイカだけ乗せてくれ、ほんとに。いや、それはね、言ってみれば。それでうまいのかどうか。だから、例えば、お寿司に醤油をつけるじゃないですか。でも醤油だけ飲まないみたいな感覚ですよ。全然違う、言ってること。言ってみれば、全く違う。全く違う。俺だって衣だけ食うわけじゃないから。うん。そばに浮かべてるんだから、衣は。うん。あんまりどうしようきつね意味が分かんないっていうこと自体がまずおかしい。ああん？香り付け。香り付けか。あのきつねよりタヌキですか？全然タヌキだよ。きつねなんだよな。
あと最近は俺昔はずっと蕎麦だったのに、うどんの、しかも硬いうどんがすっげーうまいと思うようになった。僕の。だからそれさ、言ってどうしたの？俺何をリアクションすればいいの？いやいや、なった。独り言みたいな。独り言じゃん、それって。俺に言ってないよね。今の。俺に言ってないよ。絶対今の感じ。なった。そんなもんに俺、どうやって付き合えばいいの？頼むよ。僕の知ってるゼニ型警部は、うん、ルパンは大切なものを奪ってきました。あなたのバージンです。セクハラで訴えられました。言わねえ。最悪だ。ありがとうよ。これで心臓の場所が分かった。タキシードは風に舞う。状況が分かんない。エンラック。ん？エンラック？インロック。あ、インロック。太田さん。あこんばんは。だよ、もう。私が見た、私が見たパトラッシュの犬のレオ。え？そっからして違う。パトラッシュの何？犬の？私が見たパトラッシュの犬のレオは、パトラッシュの犬のレオ。言ってる意味わかんない。どういうこと？パトラッシュの犬のレオ？ネロ、ネロ。あ、ネロ？うんうん。パトラッシュの犬のネロ。フランダースの犬のネロはってことね。そうです。そういうこと言いたいのね。私が見たパトラッシュの犬のネロ、ネロは。うん、I want you. 僕はもう君なしでは生きられないよ。と言いました。うるさい、ね。なんだか、よくわかんないな、これ。何がわからない。パトラッシュを I want you にしたの。それ。ティッシュ職人、ミトアナル。うん。太田さん、もっこりスト、こんばんは。もっこりスト。僕が見たジブリ映画は、うん、ギャルルの動く城でした。水平リーベ、僕木目。僕木目。太田さん、ツッコミの方、こんばんは。うん。僕が見た十六茶は、うん、この製品を作るにあたっての意気込み、流した涙。会議中の同国衝突、次々に会社を去る仲間たちなど、もろもろ含めて16種類です。いや、まずそうだよ。そうか、そいつは困ったな。俺がやらなきゃダメなのに。タキシードは風にも、うん、太田さん、ミートホープ社長、こんばん。うん、まあ、田中っちゃ田中だよね、あれね。うん、私が見たコロンボは、うちの赤ちゃんがね、と言います。ラジオネーム、腐りかけのあなたの肉野菜。うん、太田さん、豚ひげ、こんばんは。豚ひげ、ひげは生えてないよ、俺。僕が見た金八先生のオープニングは、うん、3点1音1号急にと言って生徒が金八先生に走っていきました。なんで演習率なんだよ。